リビア砂漠南部の風景リビア砂漠は北、アフリカ、エジプトのナイルガーカ国からリビア東部に及ぶ砂漠。エジプトでは西部砂漠という抗議のサハラ砂漠の一部をなす。標高150から300メートル、面積約170万平方キロメートル。流砂による砂丘地帯が広がる。シワオアシス、カスルファラーフラ、クフラなどのオアシスがある。 古来アフリカ内陸との対象ルートが存在した。古代エジプト時代から宝石として使われたリビアングラスの産地でもある。1958年、この砂漠からアメリカ空軍の爆撃機 B-24 の機体が発見された。奇怪なことに、その爆撃機は1943年にイタリア本土ナポリへの爆撃任務からの機と地中海上空で、 行方不明になったと思われていたレディビー、グッドボーであった。しかも15年後に発見されたにもかかわらず、機体は2つに折れていた他はほぼ原形をとどめており、無線も機銃も正常に作動した。機体からは乗組員の遺体が発見されなかったために、いくつかのミステリーを生んだが、1960年に正式な捜索、調査が行われ、飛行中の機体から乗組員が、 パラシュートで脱出した後、爆撃機は無人のまま2 6トル飛行して自然に不時着したものと判明した。最終的に乗組員9人中8人の遺体が収容された。ありがとうございます。